ゲート開いた。スタートを切りました。第1コーナーに向かってのこれから先行争い、さあ何が行くのか。走る将軍、そしてレガシーワールド、同じ富山気球社ブルボンの文武とレガシーワールドが果敢に先頭に立ちました。走る将軍2番手、そしてドクターダビアス3番手、ピンクの帽子東海帝王もその上からスーッと4番手グループであります。東海帝王のインコースに立ちます、ヤマニーグローバル。こういった体系で14頭第1コーナーをカーブしていきます。先頭に立ちましたレガシーワールド、小屋内が先頭でペースを作ります。外の方から走る将軍、インコースからスッとかわしていったドクターデビアスであります。さらにこれを見ましてユーザーフレンドリー、白い帽子ユーザーも早め早め、先頭から現在3番手まで上がっている東海帝王、現在5番手。さあちょっと馬順の入れ替わりが激しいが、向こう上面に入っていきました。先頭2頭並んでいるドクターデビアス、アウトコース、インコース、レガシーワールド、その後ろがっしりたずユーザーフレンドリーが現在3番手。その後ろでありますが、ちょっと馬群が切れて、ここに走る将軍、外目をつきまして東海帝王であります。さらにイクノディクサスがいる、さらにワコン2頭ナチュラルブ、ヤマニングローバル、さらにベールカマンド、後方から進むレッティロープ、さらにレッツゴーターキン、さらにクエストフォーフェイム、13番のシマサル、後方じっと待機であります。シマサルが最後方、3コーナーの坂を上がってこれから下りにかかっていく。依然としてレガシーワールド、レガシーワールドが先頭、ドクターデビアス、ドクターデビアスが2番手、ユーザーフレンドリーが3番手、東海帝王岡部もスーッと風間を緩めている。3コーナーから4コーナー、依然として先頭はレガシー、レガシーが当たっている。ユーザーフレンドリーは3番手、ユーザーフレンドリーは3番手。 3,4 コーナー大きな木の向こうを通過しているレガシーワールドが先頭、そしてドクターデビアスが2番手、ユーザーフレンドリー3番手、ピンクの帽子東海帝王上がってきている、東海帝王上がってきている。ナチュラリズムのいい位置だ、ナチュラリズムのいい位置だ。第4コーナーカーブ、普通の直線 500m に入ってきた。レガシー頑張る、レガシー頑張る。そして外側からユーザーフレンドリー、インコースナチュラリズム、ナチュラリズムやってきた。そして東海帝王逃げてくるか、400を切った。14頭が横に広がった、ナチュラリズム、ナチュラリズム。そして東海帝王、東海帝王頑張っている。大阪の一頭柴崎が突っ込んでくる、東海帝王ナチュラリズム、200を切った。東海帝王、東海帝王か、外側から柴崎ナチュラリズム、東海だ、東海だ、東海帝王だ、東海帝王来た、ディアドクターも来ている。さあ東海帝王か、ナチュラリズムか、東海帝王だ、東海帝王、岡部やった、東海帝王です。見事ルドルフ、そして帝王と親子2大制覇、岡部さん自身も JC2 勝目、今のお気持ちから。はい、よかったですね。前回がちょっとね、まあ久々だけど、まあまああんな負け方しちゃったもんだからね、今回は何としてでもね、やっぱり名を上げないとという感じでいたからね、まあその通りのことができてよかったですね。戦前のいろいろなそのプレッシャー、雑音、そして並みいる強豪馬、海外の強豪馬をはねのけての優勝、また考えもひとしおなんじゃないですか。そうですね、やっぱりこれだけの馬がみんな来てくれてね、そのまま強い馬と一緒に競馬ができたしね、やっぱり本当に良かったです。あの位置取りは作戦だったんですか。うん、別に作戦ってことないけど、まあ、誰かが言うだろうから、まあ、とりあえず私花切ることはないなと思ってたんですけど、まあまあうまく それなりのね、前が動いてくれたんでね、ちょうどいいポジションがなんかもらえてよかったです。そして最後ゴール前はうちであればナチュラリズムでしたね、叩き合いになりました。そうですね、ちょっと後ろを心配してたんですけど、逆に今度うちで粘られたんで、今度ちょっとこれはうちの馬だと思ってね、慌ててなんかうちをめがけていったような感じでね。その帝王自身の今日のコンディションからするとどうですか、ダービーを思い出したっていう感じなんですか。そう、まだ本来にはもうちょっとまだ物足りないところがあるんじゃないかなと思いますね。まだですか。はい、しかしこれから帝王夢が膨らみますよね。そうですね、なんとかね、やっぱりもっとこうもう少し我々が思うのにもうちょっと欲しいなってところがあるもんですからね。はい、はい、しかしなんといっても岡部さん、世界のトップジョッキーらしく JC2 勝、テレビの前で帝王の勝利に涙してるファン、それから岡部さんの勝利に喜びに湧いてるファン、たくさんいると思います。カメラに向かって一言メッセージお願いします。はい、どうもありがとうございました。これからもまたなんとかね、この何年恥じないよう頑張りますから。どうも本当におめでとうございました。どうもありがとうございました。岡部騎手にお話を伺いました。これから表彰式に向かわれます。